このモブは召喚位置から距離を大きく離せばターゲットを切ることができます。おいすけのです。今回はニザベル第5章8のボス魂の収穫者ヘルモーズ、こちらの攻略を3点に分けて共有します。ヘルモーズは遠距離のモブを6匹召喚するボスです。1回目の召喚で3匹、2回目の召喚で3匹、合計6匹です。このモブは召喚位置から距離を大きく離せばターゲットを切ることができます。なので今回はヘルモーズを岩裏まで誘導してモブのターゲットを切り、被ダメージを抑えるというやり方を紹介します。また範囲攻撃は2種類あります。円形範囲の沈黙攻撃、少し広い円形範囲の毒攻撃です。沈黙中はポーションも使えませんので注意してください。この範囲攻撃、遠距離色の場合はほぼ射程外から殴れるので対処が簡単です。なので遠距離色有利なボスと言えますね。また引っ張ってからの気絶という攻撃あります。こちらは避けることができません。バフに関してですが、パッシブは沈黙状態のターゲットにクリダメ 10% 上昇なので沈黙、これは避けたいところです。時間経過で総余ダメージが 1% ずつ上昇していくバフがつきます。マックスは10スタックとなります。さらに時間経過でつくバフとして約5分前後につくのが邪悪なオーラ吸収、さらにオーラの後約3分前後でつくのが反気です。この反気がつくとワンパンで倒されてしまうので約8分間までにボスを倒さねばいけません。事前準備のポイントはこちら、戦闘力の目安、基礎設定です。順を追って見ていきます。クリア時の戦闘力は 17,389、 装備はこんな感じですね。ステータスが攻撃力97、命中が近接命中を足して146、防御が168、 HP が2472でした。クリアした時のギルメンの戦闘力聞いたんですけども、ビショップが 17,200 でクリア、アサシンが17,993でクリアという感じだったので、17,000から18,000あたりがクリアできる戦闘力の目安となりそうです。続いて基礎設定です。操作性向上のため設定のこちらの4項目はオフ推奨、戦闘タブ自動手動からスキル栄翔中に移動操作で中止可能オンに変更、ポーション使用率は 95% から 100% に設定して挑みます。スキルの設定ですが、遠距離色は範囲攻撃の射程外からほぼ殴れるというわけで自動でこれ OK です。近距離色の場合、範囲攻撃避けなきゃいけないシチュエーションがあるので手動が優れております。ですが操作が苦手な人は基本はオートに任せて、一部栄翔が長いスキルを手動にするなど調整してみてください。そしてバフですが、料理4種類、バフ4種類、封印石これ使うようにしてください。今回耐性の呪文書、これも使うようにするといいと思います。ヘルモーズの攻撃で気絶必中のものがあるので耐性積んでると幾分か楽になると思います。戦い方のコツ、今回攻略のポイントは2つです。誘導と範囲攻撃の対処、こちらを説明していきます。ヘルモーズはモブを合計6匹召喚します。このモブは召喚位置から距離を大きく離すとターゲットを切れるという性質があるので、動画では岩裏まで誘導することでターゲットを切っております。序盤の流れとしてはヘルモーズを手前側に少し引っ張って殴る、そしてモブが3匹湧く、湧いてからこれ無理して殴る必要はないのでモブが6匹になるまで死なないようにちょっと待ちます。そして6匹になったらヘルモーズを誘導してモブタゲを切るという流れになります。続いて範囲攻撃の対処です。誘導した後はヘルモーズを殴りまくるというフェーズ入りますが、遠距離色の場合は範囲攻撃の射程外からほぼ殴れると思うので射程ギリギリのポジションを取ってください。ウィッチなど遠距離色の中でも射程が若干短いクラスは範囲攻撃避ける必要があるので、このように避けながら殴る形になります。近距離色の場合は範囲攻撃を頑張って避ける、もしくは甘んじて攻撃を受け入れるっていうことをしなきゃいけません。ダメージをめちゃくちゃ食らったらしっかり回復をした後再び攻撃をし始めるという作戦を取れば OK です。ということで実戦です。メインキャラでクリアした時のリアルな様子お伝えします。開幕料理とバフあること確認しております。そして攻撃開始、まずはヘルモーズを殴ります。殴ってヘルモーズの体力を削ることを集中してやるというような感じです。でヘルモーズの体力をある程度削ったタイミングでモブが湧いてきます。このモブ、遠距離攻撃なんですけどもめちゃくちゃ痛いです。ロードナイトじゃなかったら結構あ死んじゃうかもなって思うぐらい痛いと思うので、そうなったらですねこういう風に逃げ回って被ダメージを抑える動きしてもらって構いません。
まあ、ロードナイトなんでこのまま継続してぶん殴るような形して今ボブがね湧きましたよね。6匹なりました。そしたら岩裏に、ヘルモーズを誘導して、雑魚ターゲットを切りたいというような感じですね。ただ今まだ切れてないの分かりますでしょうか。裏側ちょっと殴られてる、切れてないなというところなので、これはヘルモーズをもうちょい誘導します。はい、これで雑魚ターゲが切れました。ここからは、もうひたすら範囲攻撃を避けるか受け入れるかということを考えながらぶん殴ります。まず範囲攻撃来た、これはまだ体力余裕あるので攻撃します。まだこれも体力余裕あるので殴ります。これも、余裕あるので殴ります。削りいい感じですね。で今総余ダメのバフが1個つきました。2になりましたね。殴り続ける。でそろそろちょっと体力厳しいかとなってきたら範囲攻撃を避けることも考えます。来ましたね。あーちょっと辛い。避けます。ただ沈黙ね、ポーション使えないんですよね、沈黙中って。あー痛いですね、気絶の攻撃とかも。ただ序盤のうちに削りたいという思いがあるロードナイト。さあこれちょっとどうするか。殴って序盤のうちに削りたい。これは避ける。でこれも避ける。これも避ける。さあ避けてからすぐ突進で戻る。これも避ける。こういう感じで近接触はやっていかないといけないんですね。遠距離触はあの範囲外から殴れます、割とね。さあ避けて殴る。じわじわと削って、 HP1 ゲージ来ました。1ゲージのとこまで来ました。ペースいい感じですね。範囲攻撃はよく避けると、これも避けるのを見てから突進で戻る。いいですね。さあ HP が 0.8ぐらいになったタイミングで凶暴化入るので、そのタイミングにこの非ダメージ減少のねスキル使いたいなと考えてます。あこれはちょっと当たってしまいました。中毒 HP ちょっと減ってきますね。さあ凶暴化入りました。ここからダメージ痛いのでじわじわと殴っていきたいですが、これでね火ダメ減少のスキルついたのでダメージちょっと甘んじて受け入れて殴るフェーズ入ります。これは範囲食らうこと覚悟で今殴ってます。ただこれをやったことで一気に削れてますね。ちょっと課金ポーションとかも使って絶対にクリアしたい。配布でねちょっと配られたりとかするので、まあ、絶対にクリアしたいボスでちょっと使うのはいいかもしれないですね。体力 0.6。 ヘルモーズめちゃくちゃ痛い、めちゃくちゃ痛い。ヘルモーズ 0.5 まで来た。これは避ける。ちょっと体力減ってきたので回復しっかりするフェーズに入ります。こんな感じでね凶暴化が入ると範囲攻撃めっちゃ連打してくるんですよ。これはまだ受け入れる。殴り進めます。残り 0.4。 邪悪なオーラ来た。ここから本当に痛いです。邪悪なオーラと凶暴化が重なってる、めちゃくちゃ痛いんでここから強いです本当に。さあこれは避ける。これは避けれないので殴る。これも避けないで殴る。体力アラートなった。さあまずい、避けます。避けて回復に専念します。残り体力少し 0.3。 絶痛い。避けなきゃいけない。避ける。避けなきゃいけない。回復フェーズですかね。さあ避けてから今の突進いいっすね。避けてから削る。避ける。これも避ける。殴る。体力半分までいったんで殴ります。あと少し。いや苦しい。ただダメージ減少持続回復バフつけたんでちょっとは殴りフェーズ入れるか。入れてますね。さああと少し。
0.1。さあ時間制限が差し迫っている。投与ダメージバフ9、これまずいです。あとほんの少し、これ10になったぐらいのタイミングで結構反旗がつくタイミングに近いので、マジであと少しですね。これ急がなきゃいけない、体力少ないんで。よし、殴るしかない。ういーというような形でクリアいたしました。ということでヘルモーズ攻略となりました。このチャンネルでは引き続きオーディンの動画配信お届けしますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。